ボスボス、はい、質問来てます。30代メーカー勤務です。会社の給料が完全に頭打ちをして、今の自分の上司の姿が未来の自分と考えると毎日は憂鬱でたまりません。なるほど。何かいい副業はありませんでしょうか。何かいい副業ってなったらもう転売でしょ。やっぱ転売なんです。その人の気持ちもすごいわかるっていうか、10年ぐらい職場でサラリーマンとしてやっていくと、自分がその先10年どうなるかってある程度想像する。上司の人と先輩も車のローンがあって、家のローンもあって、買えるお金は毎月1万2万ぐらいですね。ってなったらなんか夢がないな。この服買えないですもんね。これ買えないですよ。だったらもうビジネスやるしかないですよね。この人がまあどういうスキルを持っているかとか僕はちょっと分かんないですけど、うん、僕もそうだったんですけど、うん、まあ、スキルのない人が1人ぐらいお金稼ぐってなったら、まあ、転売な、転売やって100万とか、うん、200万300万ってすぐ稼げると思うんで、その300万とかでなんか違うビジネスを展開していくっていうのが自由になれる機会なんじゃないかなって思いますね。ありがとうございます。10年大丈夫です。